はい、こんにちは、てっちゃです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日より新しい闘技大会が始まるんですが、前回の大会の結果を見ておきましょう。5605位です。最後追い上げましたね。はい、というわけで今回は第51回ですね。ウェイト無制限です。ステージ効果全ダメージ 30% 軽減、 HP30% プラスで、ウェイトは無制限という大会です。久しぶりにちょっと重量級の大会ですね。こういうところにしてみようか。で、私のパーティーは、こんな感じですね。前回からドルマゲスをパーティーに加えていろいろ試行錯誤している段階です。アリーナ姫は今回抜けてもらいました。アリーナかベスキングかどっちか抜こうかなと思った時に、まあベスキングのがまだ強いのかなと思ってベスキングしてるけどね。ぶちかましがちょっと厄介だけどね。あれがなきゃ本当にいいんだけど。はい、対戦よろしくお願いします。で、装備は素早さが遅くなるような装備をして、受けてから行ってもいいかなっていうパーティーにしてますね。まあ最初なんで、突っ込んでもいいでしょうというところかな。こうかな。はい、じゃあこれでいきましょう。あ、そこしか打てないか。次ミルドラスか。じゃあこっちにしておこうか。はい、なかなか渋いな。痛いんだけど意外と。うわ、落とせないよ。奥に回ろうか。あぶね。久しぶりにミルドラースを生かしたいですね。はい、2戦目ですね。まだ運営パーティーでんじゃないか。初日にポイントを稼ぎたい。はい、対戦よろしくお願いします。メラドルマが効きそうですね。あ、バギーも悪くないね。どうしようか。こういう感じかな。うん、はい、行きましょう。落としちゃいましょうか。はい、無駄。
激剣か。ミスが。ちょっと大丈夫か？なんか。大丈夫か？圧縮。ああダメだね。痛い。これ大丈夫か？オッケー、落とせる。いや、結構ミルドランスが疲れてますね。はい、3戦目です。まだここですね。はい、はい、対戦よろしくお願いします。結構早く今回はいけそうかな。よし、じゃあ行きましょうか。落とせる、ナイス。落とせる。よし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 、いいぞ。まあ言うてもね、初日なんで、運営のパーティーなんで、まあこれは当然でしょう。はい、というわけで1日目が終わりました。3勝0敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。